はい、ということでですね、今回はこちらのカイクスストリートでですね、このゲーム、まあ、重たいので、すぐに落ちると、まあ、いうことなんですけど、まあ、今回はですね、まあ、落ちるまで撮影を続けてみようと、いうことでございます。まあ、落ちたらですね、まあ、即終了というか、まあ、そういう感じの、まあ、でも、ちょっと今回は普通にやるよりも、その状態的にですね、まあ録画も一緒につけてるので、ちょっと条件としては厳しい話はあるかもしれないですけど、端末の状態としては、再起動してからの、ハンディ扇風機でですね、冷やしているんですよ。スマホ自体は冷やしていると。という状態で、まあ、とりあえず今からやっていくのは、まあ、このお金稼ぎですね。お金稼ぎをしながら、まあ、とりあえずやっていきます。で、まあ、もしかすると、まあ、この再起動プラスファン、まあ、端末を冷やすのでですね、まあ、一生できる可能性も あるので、まあ、さすがにですね、まあ、上限的にはまあ1時間ぐらいにしようかなという。え、何これ、え、なんかこの角度初めてやねんけど。うわ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 、かっこいいかっこいい。うわ、ドリフトしてきた。なんなん、こんなん今までなかったですよ。うわ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 、おおおお、すげえ、めっちゃかっこいいやん。まあ僕この NA ロードスター全然いじってないんですけどね。あ、スカートだけつけてるわ。マフラーも変えてる。もちろんですね、チューニング的なところはもう全然やってるんですけど、カスタマイズ全然しなくて、ちょっとこのシルビアになんか仕掛けたいですけどね。はい、ほんでですね、撮影の上限なんですけど、どうしようかな。まあ一応1時間で、あ、なんかイチゴ止まってるぞ。これ楽勝や。1時間か、稼げるレースがなくなるかですね。どうしよう。まあまあまあ、でもまあそうやな、タイムアタックとかずっとできるっちゃできますからね。あとちょっとあれやな、今お金の方は58,501ドルって出てるんですけど、ゴールドの方もいくらあるか見たいな。見える？チーストア行ったら見れるか。あ、はい、今21ドルあります。ちゃ、21ゴールドあるので、ちょっとね、端末がもう早くも、暑くなってきた感もないことはない。まあ、ほんで、あとですね、まあ、今回その上限が1時間とか言ってますけど、てか長いな、このコースがめちゃくちゃ長い。まあ、その何分持ったかはですね、まあ、この動画の再生時間を見てしまうと、まあ、ネタバレというかですね、ちょっとそうなってしまうので、まあ、絶対にですね、この動画の、まあ、再生時間、
絶対に見ないでください。もし見てしまった人は素直にですね、コメント欄で動画の長さ時間見ちゃいましたと、ちゃんと白状してください。もうこれはですね、必須のルールとさせていただきたいなと思います。ただのドライブやから、めちゃくちゃ簡単や。まあでも長かったね。はい、ではちょっと次デリバリーやろうかな。あ、まあもうちょっと先お金稼ぎしよう。これちょっと離れてますね。まあもうそろそろここら辺の家買ってもいいんですけどね。スタイリングショップめちゃくちゃ近いですからね。悩んだ挙句のファストトラベル。あ、これ普通やな。これ今まで一緒ですね。で、まあ今までですね、この86がですね、その発信の時のなんかバグみたいなのあったんですけど、まあこれはですね、まあ前のアップデートぐらいでも直ってたんですけど、全然やってなかったですね。で、まあやっぱりこの1回端末の再起動を入れるとものすごくですね、軽く動いてくれますよね。あー、抜かれました。これは大丈夫か。ただこのコースは2ラップあります。あー、抜かれております。お、なんかちょっと近づいてきた。うい、すごい。こんだけぶつかられても大丈夫。いや、ほんでまあ僕のチャンネルでですね、まあ、カイクスストリートは、まあ、このリアルな、まあ、街を走れるスマホゲームですけど、おわー結構ですね、ちょっと再生数的にはまあ微妙なところあったんですけど、まああれよ、もっとねリアルなそのプレステ5のちょっと似たようなゲームあって、まあ、ニードフォースピードなんですけど、ちょこ大丈夫か、速いぞ。ニードフォースピードもっとダメですからね。オッケーオッケー、抜けた。さあ、このまま一応維持できるか。ここ危ないぞ、気をつけろよ、気をつけてくれよ。ゲッゲッ、行けております、行けております。オッケー、1ですね。さあ続きまして、てかこれ近いな。 Z32 で向かうか。これこそね、ファストトラベルしても、あ、そうそう、これやったんですよ、カーデリバリー。これ、まあ、これアンロックしてもいいんですけどね。うわ、乗りたいなこれ、左のやつ、なんかアメ車。まあこういうのはまあ開けるんやったら早めですからね。ただちょっと1万5000ちょっと高いなっていう、まあ僕の予想では1万5000のやつはどうやら、まあ、5000ドルぐらいかなと思ってるんですけど、なんか微妙な場所にありますねこれ。あ、もしかして上かこれ上やな、ここじゃないな。せっかく近づいたけど、まあ 10ですからね。で、まあこれ一番右のやつは、あ、下やった、10ゴールドで解放されるんですけど、まあ1回やると2ゴールドということで、まあ、ちょっと当分の間はですね、ただ働きになるんですけど、まあ、6回目からあれですよと、あのゴールドが増えていきますよという話ですね。
場所が、おい、向こう出られへん。うわー、なぜかフェンスをぶち破ったにもかかわらず 100% 継続。あ、いけそういけそう。これか、ここか。で、まあこれは10分あるんですけど、明らかにこの制限時間はめちゃくちゃ長いので、やばい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 、全然止まらん。ははっ、もう11分なった。これはやばいね。ちょっと今全然止まらんかったんでびっくりしたんですけど、でまあこれやってる時ですね、トラフィックカーがめちゃくちゃ多いんですよ。明らかにこのカーデリバリー用で、あ、しかもこれ道間違ってない、大丈夫。ナビがですね、結構逆走で怖いんですけど、あ、結構遠いかなこれ。うわ、ちょっと待って、よ、4000か、これちょっとリスクあるな。残り 11% なんで、多分ちょっとでも当たったらもう終わりなんですよ。いけるか、まあいけるか、時間は余裕あります、時間は。ただその事故だけですね、お子さんだったら OK かなという。ゆっくり運転していきましょう。別にこれね、早く届けたら報酬が増えるとかそういうのはないんで、まあこう、これはこれでちょっと危ないな、して視界が狭くなりますね。ただまあリアルですからね、このゲーム。でまあ僕そのニードフォースピードやって改めて思ったんですけど、やっぱこのカーエクスストリートはですね、だいぶニードフォースピードを意識してる作りやなと思いますね。だいぶ意識してると思います。結構いろんなことがね、ニードフォースピードと似てるんですけど、でもやっぱりスマホゲームっていうその世界で言うと、確実にですね、カーエクスシリーズの方が上やと思うんで、まあ、ニードフォースピードのゲームもですね、一応スマホ何個かあると思うんですけど、あんまり人気じゃないんですよね。その他のその海外の人が出してる動画とかを見ても、やっぱ全然やっぱ人気度がないですね。あ、着いた着いた、 OK。 うわすごいなこれ、いつもねなんかすごいところに到着させられるんですけど、 OK、 2ゴールドゲット。うわ遠いなこれ、これ遠いぞ。こっから行かなあかん。マーク2乗っていこうか。あー、まだちょっとこれ出口が。一応まあこの
マーク2はですね、まあ、ドリフトセッティングになっているので、まあ、トラクションコントロールですね、しっかりオフにして、まあ、あとちょっとまあやっぱドリフトするんやったらマニュアルモードにした方がいいかなって、まあ、マニュアルというかまあセミオートマか、まあオートマじゃないようにした方がね、いいかなと。これはでもあれやな、あんまり滑ってないです。今のをですね、デリバリー中にやってしまうとも確実に壊れますね。お、あ、ちょっと待って、今、なんか、あったか？何この緑？あー、あ、ここあれか、一応、スタイリングショップなんですね。これに当ててみよう。おー、カチコチですね。さあ、この車は何でしょうか。おお、マスタングか、これ。うわ、いいね。じゃあ内装で行ってみようかな。おお、あ、一応5連メーターですね、これ。なんか真ん中にあるのは何でしょうか。真ん中のやつがあれか、タコメーターかな。え、どなんか、怖いよ。怖い。わあ、てかこの景色めっちゃ綺麗やな。なんか色が夕方か。あぶね。事故寸前ですね。なんかこの逆走ルート怖いんですけどね。ほんまに車めちゃくちゃ多いな。すごい量の車走ってますよ、これ。いや、このゲームウィンカー出せたらいいんですけどね。ウィンカー、新しいですね、スマホの話なんですけど、ちょっとそろそろスマホ買い替えなあかんなって最近ちょっと思ってて、というのもですね、まあ僕が今使ってるこのアクオス R5G なんですけど、画面のですね、まあ右上がめちゃくちゃ反応が悪くなってきてて、ちょっとやばいんですよ。どうする？これか、アンロックするか、しますか、これ。やってみよう。あ、5000や。でも、エボ9。あ、近いね、これ。これやったら、ファーストトラベル。170。あ、うわ、かっこいい。おお、いいっすね。っていうか、
これちょっとほんまに落ちる気配ないですね。あや。内装見てみる。ロールケージ入ってますね。お。右ハンドルだ。ちょっとでもあれやな、この車はなんか視点が前に行き過ぎな気がするな。うわうわうわ、ぶつかられた。横からぶつかってきましたね。今のは犯罪者だ。あ、まあでもニードフォースピードといえばその警察がですね追いかけてくるっていうのが醍醐味なんで、僕もまあその醍醐味をですねあんまり動画にしてないっていうのもちょっとあんま良くない。あっ、おお危ねあれか、今フリーズしたかと思いました。そうそう、ゲームが落ちひんくてもフリーズする時もあるんですけど、まあ、今のはもう確実にですね、画面録画の画面分割です。画面録画の動画の分割ですね。まあ2ギガ撮るたんびに分割が入るんで、ちょっとねそれだけはご了承願いたいと思います。まあ僕持ってる車がですね、まあシビックは一応3代目かな、286ロードスターやったでしょう。であと R34 と FD と Z32 があって、でマーク2が今ちょっとですね新しいフラグでちょっと育成中というか、やばい、トラックがさっきから邪魔やな。あ、でもこれも2ラップですね。いいよいいよ、近づいてる近づいてる。勝てんじゃないか。シビック同士の戦いですね。新旧シビックですね。まあ新というか、まあ新型シビック最近出たんで一番新しくはないですけど、 FK8。 カイクスストリートにはね、僕あれ欲しいです。 S2000 邪魔ですよ今のは。いやー、なんか前来るかなと思ったけどな、前来そうな匂いしてましたけどね。ちょっと離れたか。どこおる？あれか。あ、近いぞ。あれ抜けるやん。オッケー。気をつけましょう。うわ、誰、今のはこれもう無理やね。まあ最後のコーナーでなんか事故ってくれへんかなっていう、事故らんかったな。うわ、やられました。まあリトライ3回までできるんで全然。まあでも結構こういうなんかギリギリのレースって結構多くて、やっぱ余裕で勝てるっていうのなかなかないんでね。だからそこがちょっとこのゲームは難易度高いなっていう、まあそういう風に思うあれなんですけど、でこうなんでもトラフィックカーがですね、まあ、
分の目の前に突っ込んできたりとか、まあ、突っ込んでるのはまあ自分の方なんですけど、結局はうわーこれはひどい、これはひどい。あのパターン今まで経験したことないかもしれん。まあまあまあ、でもまだまだ大丈夫と思います、これはね。ただでもちょっと1位は離れてるな。お、なんか変な方向向いてましたね、今の車。いやー、1位離れてるな。ちょっと厳しいか、これは。いやー、さっきのなんか両端から挟まれるのなかったら全然いけてたと思うんですけどね。ちょっとこれはもうリスタートしてもいいかもしれない。なんかショートカットできひんかな、ちょっと今のうちに。ここ内側入っていきますね。これは追いつかへんな。ちょっともうリスタート、リトライか。あの、僕がですね、このゲームが落ちる、このカーエクスストリートが落ちる、まあ、原因がですね、まあ、僕が使ってるこの編集アプリにあるんじゃないかなってちょっと思ってて、結構この編集アプリがですね、なんかいろいろ、マジでなんなんこれ、ちゃんと外回っていったのに当たってきます。おめっちゃ事故ってる。これはいけるよ。1見えてます。同じ EG がですね、1位ですね。うわー怖い。お、逆に後の2台めちゃめちゃ後ろ離れましたね。オッケー。ちょっとでもあいつ早いな。もう絶対イン入っていこう。膨らんだらまた、これ絶対に待ってるんですよね、これ対向車が。あ、おらんかった。うわ、でも早いなあいつ。早いな。いけるかこれ。ちょ、もうこれ事故待ちやな。ここで事故ってくれたら。どこ行ったどこ行った、うわ地面降るな。でここら辺結構事故ってる。なんか上乗っとったぞ今、柵の上に。すごい事故り方してましたね。これは勝ちました。今の事故り方はちょっと重かったぞ。 OK。さあ、まあでもですね、結局まだプラスにはなってないんですよね。次 R345、 わあここか、微妙な位置ですね。さあこの R34 のレースも結構そのスピード帯としては速くなってくるんで、結構ね気をつけないといけない。
ょっと早めにリードしてしまって、遅いからね。まあでもこれはでも他の車にも同じこと言えるんで、こんだけちょっとトラフィックが多かったら多分だいぶ事故るんじゃないですか。他の車たちも結構空いてますからね、今差が。R34 も右ハンドルで、これカイクスストリートは内装視点あるじゃないですか。ほんで2度スピードアンバウンド内装ないですからね。マジかと思いましたボンネット視点とかバンパー視点はあるんですけど、内装視点ないってありえないですよね。しかもレースあんのにリプレイも見れないんですよ。スマホゲームでまあリプレイ見られへんのはまだ100歩譲ってまあ許せるんですけど、プレステでリプレイないのちょっとやばくないですか。これ近いね、ちょっといける。でまあこの今セブンがですね入って FD がですね入ってるこのクラブ、これ、ね、どこやったかな、これか、ファルコンアウトローズ。これね結構短いコースの2周ぐらいするのが多くて、あ、しかも今回もこれ相手1台だけですね。ほらもうリードした。ただでもちょっとまあやっぱコースとしてはちょっとテクニカルなコースが多くて、あーやっぱ、あー、まあ、でもショートカットも意外と使えたりするところも多いんですけど、ちょっと今回はねちょっとやばいかもしれないです。うわ、これはちょっと厳しいな。カットできますね。あれ、なんか変なとこ走ってた。むずいな、むずいぞこれ。これエボか。なんか途中のなんか変な事故ったんが、あ、これシルビアですね。最悪や。そんなんなる？ちょっとポール当たっただけやのに。あー、そうか、もう確実にあれか。むずいな。
まあ、え、なに？なんかブレーキ押されてた。なんか呪いのコースやと思う。これまっすぐ行ってしまって、ほら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 、このワープを使えばちょっとだけね、ワープできますね。ワープ、アイテムな、シルビアやからな。このワープで、あー前におる。うわ、もうあともう一回や。もう最後のいい子ですよ。ちょっとさっきはブレーキがなんか押されてたんで、もういけるでしょう。これショートカット使って大丈夫かな。あ、いけてる。リードした、リードした、結構リードしました。やばいよ今の。あ、事故った事故った事故った。相手事故りました。こういうのも意外とね、事故待ちみたいなあるんですよ。まあ、もうワープは使います。 OK、 もう粘り強く何回も何回もやる必要がありますねと。え、ほんでほんまに落ちなさそうですね。次は Z32 で超高速レースですね。これはね、早いよ。この Z32 はのレースはもうこれこそなかなか一発ではクリアできないんですね。ほら、もう相手がもう NSX とか、これ何？ポルシェ？で、R35 がいつも速いんですけど、今回 R35 いないんで、ちょっと優しいかもしれない。それは、わかりませんが。あと、ニトロは、まあ、溜まればね、早めに打っといた方が、まあ、上限いっぱいいっぱいで、置いてるのが、まあ、一番もったいない。早いな。こいつ早いぞ。ホルケ。うわ、これ怖い。早い。まだ 38% といえば 38% なんですけど、ちょっと厳しそうですね。
いやーこれは、あ、なんかでも止まってると。今めっちゃ事故ってましたね、ここで。まあ、近かったらなんとかなりそう。あ、また事故ってるな。おお、二台乗ってみた。ただあいつは速い。どうでしょうか。ちょっとぐるーって回ってるからまだ。ちょ、やばいやばいやばい。ああ、お、無理やな。なるほど。途中のあのいきなりのカーブのとこだけですね。あそこだけ気をつければ多分。やばい、前なんかおる。今1位になり、なれましたよ。どこで結構曲がった。ここ、あ、ここやね。そんな大したカーブじゃなかったですけどね。ちょっとスピード乗せすぎた。まあちょっと今3位ですけど、前には見えてるんで。まああとはもう同じところでどれぐらい事故ってくれるんかっていう。え、何？速いな、ほんまに速いな。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。え、なんか普通に行ってるやん。あー、前に車がおったんか。それで事故ったんかな。やばい。あ、なんか鳴ってる。鳴ってないか。うわー、これむずいな。これほんまに難しい。